はい、新しいテーマ、私のもう一つの重要な問題、チョギーについてお話ししています。第2弾、パート2です。前回は、男とか女っていう自分の性の認識がいつできるかってお話をしましたが、性の認識は生まれた時からあるんじゃないです。生まれてから成長していく過程の中で、様々な要因で自分が女だっていうことを理解するっていう、男だ女だっていうことを理解するわけです。はい。だってさ、生まれたばっかの赤ちゃんが自分が男か女かなんかわかんないでしょ？はい。じゃあ聞いてみればいいんですよ。生まれたばっかりの赤ちゃんにあなたは男ですか女かですかって。誰もおぎゃーとは言っても、男だ女だって分かる人いませんよ。はい。でも、自分の本当の本来の脳みその中では男性的、女性的、もちろん体も違います。はい。なので、その、いろんな条件の中でいずれ自分が男だ女だっていうことを認識するんですが、私の場合はどうかというと、わかりません。今もって自分が男か女かなんてわかりません。正直。はい。体こそは男ですよ。はい。私、今のところは体何もいじってないので、なかなか大した大きくないおちんちんついてますし、そう。なんか後ろで笑い声聞こえますけどね。はい。大した大きくないチンコ、おちんちんついてますし、特に胸があるわけではありません。胸があるわけでもありません。まあ、お腹は出てますけど。はい。そう。でも、私は自分の性って、どうかと言ったら、男よりも女の子よりだと思ってます。はい。ただ、性ってグレーじゃないですか。男と女が両方いたからって、その間はいっぱいいろんな形があるわけですよ。はい。男性に近い人、女性に近い人、男性だけど女の子っぽい人、女性だけど女の子っぽい人っていっぱいいるわけですよね。その多くのグレーの中の、トーンの中の私はどこかに、存在してるのは間違いなんで、ないんですけども、どこに存在してるかって言ったらよくわかりません。もちろんね、小さい頃は女の子になりたかったです。はい。私は女の子になりたかったっていうよりも、お母さんになりたかったよね。私ね、うちのお母さんすっごく好きで、お母さんも、今でもマザコンだって言われるかもしれないけど、お母さんすごく優しい人で、素敵な人だなと思ってて、お母さんになりたかったんですが、はい、子供が産めないっていう現実は割合とすぐ知っちゃったわけですよ。小学校、低学、幼稚園の頃にはもう分かっちゃったわけですよ。まあ、そっからまあその頃にはね、もう男の子と女の子みたいな、もう遊び方に違いがあったので、まあ女の子の中に入れてももらえないし、男の子の中に行っても、なんか男女だとっていじめられるし、みたいな感じで、まあ自分の立ち位置がわからない。どうしたらいいかわからない。で、私は男の子として育ったんで、長男だったしですね、可愛い服が着たいとも言えなかったし、欲しい服が欲しいなんとも言えなかったし、結局自分の中で全てを諦めるしかできなかった小さい子でした。はい。なので、自分の性の認識はどこからどうかはわからないけども、小さい頃にはもう、すっごい寂しい、自分を認めてもらう、自分を出せない寂しさとか、自分の本当の自分が何かわかんない戸惑いとかはありました。はい。なので、それが自分自身が何かよくわかんない戸惑いっていうことを、目覚めというなら、まあ、それは目覚めなんでしょうけども、今、現代も自分が何者かわかんないっていう大前提なんで、言ってしまえば今も目覚めてないっても言えるかもしれないですね。まあ、そんなわけで、まあ、ですね、高校の時かな、高校の時だったかな、私、床屋さんのカットモデルをしてたんですけど、床屋さんのお姉ちゃんに、ちょっとメイクしてもらって、ああ、ちってメイク、初めてメイクした時のその喜びって今でも覚えてますね。そう。んで、何だったかのイベントの時に、嫌だ嫌だとか言いながらスカート履かしてもらったんだけど、スカート履かしてもらった時のちっちゃい頃だと思うんだけど、それもなんか恥ずかしいときながらすごく嬉しかった気持ちも覚えています。はい、いつも女の子が着てる服を見ながら、いいな、羨ましいな、あんな風に振る舞ってみたいなとか、あんな風に、おしゃべりできたい、したいな、なんていう風に、本当羨ましくてしょうがなかった、中学校、高校、小学校、中学校、高校の、私の小さい頃でした。小さい頃とか若い頃でしたね。はい。それが、その後どうなっていくかということについて次回お話したいと思います。ガチャンでした。